はい、皆さんどうもお疲れ様です。今日はね、いつもと違う感じの動画なんですけど、今年2022年始まって1月から8月のつむで月別に比較をしてって、一番良かった月はどれかっていう話ですね。で、大体こういうのって6月までで半年でやるんじゃないのって感じなんですけど、思い立ったのが今だったので、8月までのつむで比較をしていきたいと思います。で、比較なんですけど、主にコイン稼ぎ比較ですね。僕がいつもやってる30分検証1分効率を元にやってます。まあこういうのですね、こういうのがあって、で、これの順位、僕が検証してるツム230体くらいいるんですけど、その順位と1分効率の方で平均値を出して比較の方を行ってます。で、あとはスコアの方も比較として出そうと思ったんですけど、下の方があまり差が出ない、どんなに低くても1000万とか1500万、さすがにスキル6だとそんくらい取れてしまうので、ほとんど下に差が出ないんですね。ってなると、強い、まあ高い点数が取れる月、まあ例えばマリウスとかが1億とか2億とか数億出せる性能なんで、高い点数取ってしまうと、その月だけやたら平均がぐんと高くなってしまうので、まあスコアの差っていうのがあまりにも出すぎてしまうので、まあスコアじゃなくてコイン稼ぎの方がより正確かなと思ったので、まあ主にコイン稼ぎ比較として見ていきます。ただ、まあ、米印って書いてありますけど、割とガバガバです。まあ、そもそも30分検証やってないツムとかもいるので、とりあえずワンプレイして、1分効率だけ出したっていうのもいるので、まあ、そんなに細かくはやってないです。なんとなくで見ていっていただければと思いますので、よろしくお願いします。で、月別の平均値とかはもう出してあるので、まあ、どの月が強くて、どの月が強くないとかは全て分かってるんですけど、それだと動画時間もうすぐに終わってしまうので、とりあえず各月ごとに、まあ、ツムの紹介というか話していきたいと思います。で、まず1月なんですけど、シアカーン、エトのツムですね。からのプリンセス3体ということで、まあ珍しく新ツムが4体しかいなかった月ですね。基本的には5体、6体。まあ6体も珍しいか。まあ基本的には5体なんですけど、ここだけ4体です。で、シアカーンもね、最初全然強くない、消去量が少ないって言われてたんですけど、ジャイロを使うことで時間効率だけはそこそこいいので、多分最初の評価と一番覆ったツムなんじゃないかなと思います。あとのプリンセス3体は30分検証の方してませんので、とりあえず1プレイだけして、1分効率の方だけ求めてます。まあこの4体見る感じだとそんなに強くないかな、飛び抜けて強いツムはいないし、まあ下見るとプリンセスジャスミンが1分効率1000もいってないので、まあぶっちゃけ弱い方のツムかなという感じですね。はい、続いて2月ですね。2月はパステル系3体とモアラのツム2体ですね。パステル系がまあスコアとかコイン稼ぎではなくて、ツムスコアがとにかく高い、レベルマックスで全員2000超えをするので、とにかく確保しといてって言った記憶があります。もうここ3体はそれだね、そっちの方が印象が強かった。で、あとモアナとタマトワなんですけど、ここがねちょっと珍しくて、まあタマトワだけ上中、プレミアムボックスにいるツムで、上4体が期間限定なんですけど、なぜか期間限定よりも上中のタマトワの方がコイン稼ぎ性能が上というねちょっとね他の月にはない不思議な現象が起きてるんですけど、さあ、ここの1分効率や順位の平均はどうなることやらって感じですね。で、よかったら皆さんもこの月強いんじゃないのってね、予想してみると楽しいんじゃないかなと思います。はい、続いて3月なんですけど、3月がやたら印象が薄いイメージがあると思います。まあ、ブーがチャームとして登場したので、チャームのツム強いんじゃないのって思いきや、消去量とかがちょっと少ないので、あんまり強くなかったし、まあ、コイン稼ぎはね、まあ、スコア自体は割と取れるんですけど、あとは笑わせ屋マイクがおまけ効果を持ってるんですよね。まあ、ボムアイテムと同じ効果が常に発揮してる。必要なチェーンが一つ少なくなるということで、まあそういうの持ってるんですけど、覚えてる人も多分少ないと思います。まあ全体的に見ればそんなに弱くないんですよね。1分効率なんかだいたい1600、1700とか言ってて、全体順位見てもそんなに低いツムもいないので、まあ割かしいいのかもしれませんね。
意味深な話し方してるけど、うん、あまりにも普通すぎて特に印象がないような月です、ここは。はい、次に4月ですね。4月といえばツイステのツム、ツイステのツムといえばマリウスということで、マリウスがやたら強い印象があります。まあ見てみても全体順位がマリウスが22番、で1分効率も2500を超えてるということで、かなり強いツムです。ただ他のツムがかなり足を引っ張ってますというか、足しか引っ張ってませんね。まあ闇の鏡に関しては僕のこの1分効率の順位の最下位を叩き出しているので、強いツムと弱いツムの差が極端にある月ですね。まあぶっちゃけ、まあ全体というかツムごとを見ればそんなに弱いイメージはないんですけど、ビルとかイデアも。ただ時間がかかる上にマイナス補正がかかっちゃってるので、イデアとかかなり1分効率、効率だけ見てみると悪くなっちゃうということで、この強いツムと弱いツムがいる4月のツムは月の平均がどうなってるか楽しみですね。はい、続いて5月ですね。5月といえばスターウォーズのツムが出てきましたね。パイロットルークとアソーカタノとオビワンケノービーで、その後にロバミミピノキオとモンストロですね。で、パイロットルークがやっぱりとっても強いです。全体順位が11位の1分効率がなんと3000を超えてきましたね。で、他のスターウォーズの2体も悪くなく1700、1800と大健闘。そしてその上を行くのがロバミミピノキオとモンストロ。スターウォーズのツムの方が強いんじゃないのと思ったけど、ロバミミとモンストロがそれを超えてくると。で、モンストロもこのツムもなんと期間限定ではなくて常駐なんですね。海の生き物が強すぎるタマトワとモンストロ2月のタマトワも常駐だし。で、全体順位見てわかる通り、ここ5月は順位が非常に高いです。100番以下がいませんからね。他の月と違って強いツムはいるけど弱いツムもいるじゃなくて、全体的に順位が高い。その上パイロットルークもいるので、かなり強い月になってますね。はい、そして6月はなりきりシリーズということで、いつもと違うスキルを持ったツムがたくさん登場しましたね。まあ、イチゴミニ、カップグーフィー、飛行機ドナルド、スキル中にまあミニゲーム要素が入ってるようなツムなんですけど、まあスキル自体は楽しいんだけど、コイン稼ぎやスコアにおいては少し扱いづらいということで、まあ順位見てもらってもかなり下の方で、飛行機ドナルドに関しては30分やってなかったので、とりあえずワンプレイだけやって1分効率を求めてあります。まあこの中でいくとキャベツミッキーが1分効率飛び抜けて高く、6月といえばキャベツミッキーっていう感じで、まあ他4体の印象が薄くてミッキーだけやたら目立ってましたね。まあ使いやすくてコインがそこそこ稼げるツムということで、まあこのツムにスキチキ入れる価値あるんじゃないかっていうところまで騒がれてましたね。はい、次に7月ですね。7月といえばもうキャプテンライトイヤー、このツムがガストンに迫る1分効率を叩き出したということで、もうスキチケ優先度は最有力候補ですね。で、他のツムに関してはルカが低いです。まあ233番ということでワースト3にいるんですけど、まあコイン稼ぎ向けの性能をしてないということで、めちゃくちゃ強いツムとめちゃくちゃ弱いツムがいる月ですね。まあ4月に似てるといえば似てますけど。で、ピクサーランプも30分検証やってなかったので、とりあえずワンプレイで1分効率を求めてあります。あとはメイリンがまあ低スキルからでも使えるという印象があるので、まあコイン稼ぎとしてはそんな悪くない。上が一番強いのを言って、まあ真ん中もいての下にもいるという、なんかバランスが取れてるというか、それがいいのか悪いのかはどうかわかんないけど、とりあえずキャプテンバズがやばいという印象しかない7月でしたね。そしてラスト8月なんですけど、8月のツムは全体的に普通だと思います。プリンセス系3体も特に誰かが強くて誰かが弱いとかなく、全1分効率1500台で、イサベラ・ミラベルも、まあミラベルがちょっと下なんですけど、それでも1000を超えているので、なんか飛び抜けて弱いとか飛び抜けて強いツムがいないので、全体的な順位もほぼ一緒な位置にいますね。平均的な順位、平均的な効率が月としてどれだけ活躍してるとかが気になるところですね。ということで、1月から8月のツム、少しおさらいをしてきましたけど、皆さんの予想はどうですかね。もうこの後一気に発表していきたいと思います。
はい、それでは月別平均にまとめたものがこちらになりますね。平均順位と効率の平均を求めたものになります。はい、で赤で表示しているところが1番ですね。はい、1番が5月ということで、パイロットルークがいた月がもうダントツで1番です。ダントツで、青で表示しているのが最下位ということで、6月が最下位になります。一応平均順位も効率平均の方もどちらもまあ1位と最下位ということになりますね。これで見ていくと、平均順位が5月が58位なんで、本当にダントツ飛び抜けています。他の月見ても100を下回っているところがないので、もうダントツですね。で、6月が平均順位が167ということで、まあ1月と4月が160あたりで近かったんですけど、まあ6月特に目立ったツムがいなかったのでまあ最下位という結果になってしまいましたね。6月があのキャベツミッキーがいたところですね。で、効率平均の方も5月がだいぶ上です。2000超え、2000超えるのがすごいね。まあ2番目のところが7月キャプテンバズがいるところなんですけど、まあここだけちょっとね、特殊というかちょっと違った結果になっていて、まあ後でランキング順の方は見せるんですけど、まあキャプテンバズがめちゃくちゃ活躍しています。そのおかげで効率平均だけはかなり上になっているという感じですね。で、6月の平均効率が1341ということで、ここ近いのがやっぱり1月と4月ですね。1380ぐらい、1月と4月というところなので、割と近いところにいますね。はい。で、ランキングにしたものがこちらになりますね。左から順番に1位となっております。で、5月がやっぱり1位ということで、で、その次に3月が来ますね。3月のツムが、まあ別に目立った強さがいたツムはいなかったんですけど、下もいなかったので、全体的にやっぱ平均としてはかなり高かった方になります。で、その次が2月。2月もそうだね。別に弱い。まあ、バーステルミッキーが平均ちょっと、低かったところはあるんですけど、平均というかコイン稼ぎか、低かったところはあるけど、他のツムが頑張ってくれた、特にタマトワだね、タマトワが頑張ってくれていたので、3番3位という結果になりました。で、7月、その次に7月が来るんですけど、平均順位の方は4位なんですが、まあ、さっきも言った通り効率、平均の効率の方だと2番になります。ちょっと黄色で表してますけど、まあ先ほども言ったけど、キャプテンバズがものすごく頑張ってくれたおかげで、平均の効率の方だけは2位という順位ですね。まあ他のルカとか、まあピクサランプ、ソックスがちょっとね、低いところを出してしまったんですけど、まあ3900というね、効率を出したおかげで一応2番です。ただ、まあ順位的には4番なので、一応この順番でいきますね。順位を優先としてあります。はい、続いて8月ですね。8月も、まあ飛び抜けて強いツムもいず、下のツムもいなかったんですけど、やっぱ3月、2月に全体的に劣ってしまったということで、まあ5番という位置にいますね。続いて6位が4月ですね。マリウスがいた月なんですけど、マリウスは頑張ってくれたんですけど、他4体が足しか引っ張っていないので、かなり平均順位も効率平均も下になっております。もうその次に1月行くんですけど、この4月と1月がものすごく僅差ですね。平均順位も1位以下ですね。もう、小数点のくらいしか、違いがありませんし、効率平均の方もこれも1かな、1くらいしか変わりがないので、ほぼ一緒になります。4月のツム、シアカーン、プリンセス系3体しかいなくて、目立ったツムがいないんですけど、まあマリウスのいる月とほぼ互角ということは、ツイストのツム他4体がどれだけ低いかがね、ちょっと分かってしまうんですけど、まあ4月、1月が、6位、7位ということになります。そして残念ながら8位となってしまったのはキャベツミッキーのところですね。6月になります。で、6月のツムが、まあキャベツミッキーは目立っていたんですけど、キャベツミッキー自身もそこまで、時間効率がいいツムではないので、やっぱりマイナス補正とかかかってしまうところがあって、まあ、キャベツミッキー自体はそんなに強くない。上に他4体もかなり下の方ということで、まあ、平均順位、効率平均の方もかなり下ということで最下位になってしまいましたね。
はい、最後に各月ごとの一番効率が良かった積むだけをまあ比較してみたんですけど、まあ1位の5月のパイロットルークはやっぱ強いね。で、その次に2月じゃない、3月の積むがニックなんですよね。1700しかないんですけど、まあ平均で2番に来るってことは他の積むが強かった。で、3番の2月の積むも玉とわが一番強いんだけど、まあ2000超えてないからね、この3月、2月は。うん、やっぱ他の4体の積むが平均的に強かったってことがわかりますね。で、キャプテンバズが3900ということで、まあ1分効率だとダントツの強さ。で、その次に8月ハッピー白雪1500しかないんですね。まあ、ここも見てみると、やっぱ後ろの方、マリウス2500とか、シアカーン、キャベツミッキーが2000近くいってるところ、一番強いツムが1500なのに、ここに勝ってるということは、まあ、下の、4月、1月、6月が、他の4体、まあ3体、4体か。がどれだけ低い効率を出したかっていうのがよくわかると思います。キャベツミッキーもね、まあ強い強いって言われつつも時間効率だけ見てみるとあまり高くはないので、やっぱシアカーンとほぼ一緒だしねこの平均枚数、ごめん、これ真ん中の段の黒い数字、黒背景の白数字は平均枚数ですね。キャベツミッキー平均9400も取ってるんだけど、1分効率だとシアカーンとほぼ一緒って、平均7000の。なので、まあコイン補正とかの関係で、どうしても時間効率はそんなに良くないという感じです。はい、ということで、今日の動画は以上になりますね。まあ月ごとに調べてみると意外とね、面白かったりするので、まあ5月スターウォーズの月が、やっぱ、つむつむの中では割と強いイメージはあるのかなっていうところはありますけど。で、それと、まあ似ているというか、まあキングダムハーツとか、まあ有名タイトルかな、キングダムハーツ、ツイステとか。で、まあそういうところも、まあ強いと思われがちだけど、ツイステのツムに関しては、まあ1体、2体かな。マレウスが強い。あとはリドルか。リドルとかが強いってなるんだけど、他のツムに関してはあんまり強くない印象なので、むしろ、まあ弱いというか、不遇な感じがしているので、まあ、今後まだツイステのツムが追加されるかどうかはわからないけど、まあ、1体くらいは飛び抜けて強いのは今後も入ってくるかなっていう予想がちょっとできますね。で、キングダムハーツも、まあ、どうなるかって感じですけど、キングダムハーツだともうアクアくらいしかなんか強いっていうイメージがないので、あれもなんかツイステと同じ匂いがしますね。そして意外と活躍しているのが上中のツムですね。タマトワしかり、まあ、シアカーンも上中だからね。シアカーンも、期間限定ツムではなく普通にプレミアムボックスにいるツム。あとはモンちゃんですね。モンストロ。モンストロなんかも1分効率で1900くらい出せているので、ここ上中3体、タマトワ、シアカーン、モンストロ。ここが1分効率でかなり上の方にいるので、期間限定よりも大抵強いですね。上中のツムも結構バカにならない強さ持ってるので、まあそこがね、順位に大きく影響したかなっていう感じです。また今後も気になったらこういうことをやっていきたいと思いますので、まあなんかやってほしいことあったら、ぜひぜひコメントの方よろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバイ。